皆さんこんにちは、TK です。今日はですね、夜勤明けです。夜勤明け2連休だったので急遽沖縄に来ました。先ほどですね、那覇空港に到着して、現在牧志駅、今からですね宿泊のホテルロイヤルオリオンというところに向かいます。2年ぶりの沖縄ですね。懐かしいですね。10年前ここに住んでました。前方に見えるのは、那覇市国際通りです。牛丼カレー沖縄そば、よく行きましたね。あの店美味しかったです。よく友人の、田辺君と行きましたね。夜中とかにね、24時間空いてるので、私が宿泊するホテルは多分向こうに見えるあの白い建物ですよね。予約した後に分かったんですけどね、あ、住んでる時よく見るホテルだなと思ってました。中国人とか韓国人の人はよく泊まってましたね。今はどうだろう。うわ、ガサガサしたいでたまらんっすね。この川ですね、汚いんですけどすっごい魚がいるんですよね。もう熱帯魚ですよね、主に。住んでる当時はあのガサガサとか塩とか思わなかったんで、そんなに興味はなかったんですけど、いや興味はなかったって言ったら嘘ですよね。いや絶対すごいのがいるはず。ガサガサしたいな。めっちゃ楽しそう沖縄。おそらくですね、北九州市の100倍は楽しい町です。何もかもが懐かしいですね。第二のふるさとです。はい、宿泊するホテルに着きました。ああ、このホテルかって感じですね。ここに住んでる時はよくこのホテルの前を通りすがったものです。部屋が505、505は、じゃあ右ということか。あ、なんか中庭がおしゃれかな。わ、吹き抜けがすごいですね。自動販売機もあります。ブラックコーヒーが130円。あ、すごい、石垣島パインバイアリース170円。その横にソルティーシークワーサー170円。沖縄ならではですね。そしてオリオンビールも揃ってますね。
コンビニで買うよりはちょっと割高です。あ、ここか、505。505ですね。よいしょ、よいしょ。あ、シングルの部屋なんでこじんまりとしていいですね。はい、ホテルロイヤルオリオン、早速ですがお部屋のレビューをしたいと思います。フリー Wi-Fi がありますね。テレビもあります。ポットもありますね。これは私のリュックサック。あ、そしてですね、チェックインしたらですね、ビールをプレゼントされました。オリオンビールザ・ドラフト、チムドンドン。チムドンドンっていうのはですね、沖縄で言うと胸がドキドキするとか、そういうような言葉です。病院で動悸がする時の対症指示とかあると思うんですけど、沖縄ではですね、胸がファンファンする時の対症指示っていうような形で表現されることが多いです。動悸のことをファンファンするって言うんですよね。はい、これがシングルのベッドです。ちっちゃくてちょうどいいですね。なんかアートもあります。懐中電灯もありますね。鏡もあります。そしてこれがトイレ。電気はどこかな。トイレと風呂ですね、一体型になってます。電気が分かんないな。あれ、電気が分からん。これか。あ、違う。あ、この鍵を入り口のここに入れんと電気がつかんシステムみたいですね。あ、ついたついた。もう一回開けます。トイレです。洗面台、お風呂。トイレが隣なので、うんこしたらすぐそこでお尻を洗えるというメリットがありますね。はい、今日はですね、特別スペシャルとして私の旅行バッグの中を見せたいと思います。この旅行バッグももう何年使ってるんだろう。5年ぐらい使ってますよね。私が26ぐらいの時に買ったやつなんですよね。まだ使ってます。はい、こんな感じになってます。短パンが何枚か入ってて、 T シャツが 5,6 枚ぐらい入って、パンツもいっぱい入ってます。なんでかというとですね、とにかく暑くて汗をかくので着替えが必要なんですよね。一日三回着替えると思った方がいいです。とにかく暑いです。そしてですね、ちょっと100円均一でいいものを見つけたので購入しました。これです。この旅行バッグにも入る網です。で、なおかつですね、これ伸びるんですよね。伸びるんですよ。これ1メートルぐらいあるかな。いや、それはないか。こんくらい伸びます。そしてもう一個持ってきました。同じやつを、色違いですね。で、さらにこのメダカをすくうような網も持ってきました。でですね、いつものこれも持ってきたんですよね。はい、
何をしようかもう分かってると思うんですけど、ちょっとガサガサができたらやってみたいなと思って道具を持ってきました。さすがにですね、めちゃくちゃ長い玉を持ってくるのは無理でしたけど、このくらいの小さい網と小さい虫かごなら持ってこれると思って持ってきましたね。旅行バッグに潜ませて。はい、このバッグです。これはですね、スキューバダイビングのライセンスというか認定資格みたいなのがあるんですけど、一番初級の、オープンウォーターっていうライセンスがあるんですけど、それのこう証明書みたいなのが入ってるやつです。これですね。でこっちが記録をつけるログブックっていうんですかね、そういうやつです。これが必要になってきます。明日スキューバダイビングをします。でこれは大事ですね。この防水ケース、これがあるとないとで全然違ってきます。なぜかというと、沖縄でレンタカーを借りるとスペアキーがないんですよね。電子ロックのキーをもらうんですけど、あれを持って海に入るとなんていうか水没したら電子機器の部分がダメになって、電子ロックが使えなくなるんですよね。もちろん弁償しなくちゃいけません。しかしですね、この防水ケースがあったら、この中にキーを入れて鍵を入れて、海水パンツのポケットに入れて海に一緒に持っていきます。それで水没する危険性もなくなります。本当このケースは大事ですよね。これは絶対忘れてはいけません。まあシュノーケリングする人に限ってなんですけどね、まあシュノーケリングとかサーフィンとか海水浴、鍵をですねどこに保存するかで、どこで保管するかで結構迷うと思うんですよね。でこれですね、海水パンツとフィン、シュノーケル、マスク、念のために2個持ってきました。こっちはですね、新しく買ったやつなんですよね。沖縄旅行に備えてトライアルで買いました。1200いくらだったかな、そのくらいです。でこのラッシュガード、新しいのを買ってきました。これは今日夜勤明けで職場の前のダイレックスで買いました。そしてですね、この動画撮影の相棒の三脚も持ってきました。はい、ということで夜勤明けで、沖縄まで来ました。機内で、飛行機の中で1時間ぐらいかな、少し寝たんですけど、やっぱり眠たくて目がめちゃくちゃきついです。このフロントでもらったオリオンビール2本を飲んで、今から少し仮眠を取りたいかなと思ってます。現在時刻は18時ぐらいかな、18時過ぎたぐらいかな。相当効く、めちゃくちゃ美味しいですね、沖縄で飲むビールは。オリオンビールです。ここはですね、那覇市の牧市、あざとちょっと読み方がわからないんですけど、ちょうどその境目ぐらいなんですけど、国際通りの目の前ですよね。国際通りがこのホテルの前にザーッと続いて、すごく賑やかな場所です。私はですね、30歳の時に、第2回目の沖縄応援ナースに来て、この今私が宿泊しているホテルロイヤルオリオンのすぐ近くの病院で働いてました。循環器内科病棟でしたね。めちゃくちゃ楽しかったです。やっぱ沖縄応援ナースっていうのは、こう海が好きな人たちが集まってきて、やっぱこう趣味が合うというか話が合うんですよね。そういう人たち
が、職場にいてもう毎日がこうお祭り騒ぎのような感じでした。おむつ交換もお祭り騒ぎでした。まあ、そういうような感じで、沖縄に対してはいい思い出しかないんですよね。でなおかつここはもうね10年前住んでた思い出の場所であるので、すごくこうなんというですかね、言葉にちょっと表すことが難しいんですけど、すごくこうワクワクするというんですかね、まあ今流行りの言葉で言ったらちむどんどんするですかね。はい。で今回の旅行ですね、2泊3日ということで、今日が早速1泊目なんですけど、今日はですねもうこの後ちょっと仮眠を取ったら国際通りで夕食を食べて、すぐホテルに戻って早めに寝ようと思います。明日がですね、スキューバダイビングです。どこに行くかというとケラマ諸島です。ケラマ諸島のどこに行くかはちょっと決まってないんですけど、まあ、それはダイビングショップにお任せしたいと思ってるんですけど、スキューバダイビング自体がもう7年ぶりぐらいになるんかな、ちょっとよく覚えてないんですけど、で、明日は1日もうスキューバダイビングで潰れちゃうので、ケラマ諸島に行って那覇に帰ってくるのがもう16時過ぎ17時ぐらいになっちゃうんじゃないかなと思ってます。で戻ってきたらもう夕食の時間帯ですよね。でまたご飯を食べて寝ます。2日目はそれで終わりです。で3日目はもう福岡の方に帰るんですけど、朝からですね朝一でレンタカーを借りて、シュノーケリングと、まあ、沖縄のグルメを何か食べたいなと思ってます。シュノーケリングなんですけどね、私の一番好きなもの、どこのポイントに潜ろうかっていうのがちょっと今悩んでるんですよね。まあ明日の海峡海の状況次第によるんですけど、一つはですね沖縄県糸満市にある大戸海岸っていう場所があるんですけど、以前ですね私大戸海岸のアウトリーフって言ってサンゴに囲まれてる海なんですけど、そのサンゴに囲まれてるサンゴの外に出た時にすごく海が荒れててちょっと流されて危うく死にかけたことがあったんですよ。でそれからですねトラウマになって大戸海岸に行けなくなったっていう思い出があります。何回かですねアウトリーフにもう一回出ようと思って挑戦したことはあるんですけど、やっぱりですねちょっと怖くて出れなかったというのがあるので、もう一回海峡海の状況を見て挑戦したいなという思いがあります。で実際ですねまだシュノーケリングが初心者の頃に一回アウトリーフの外に出てるんですよね。その時は波が穏やかでとっても綺麗でそんなに怖い場所っていうイメージがなかったんですよね。ただ急に深くなるので海水も急に冷たくなってちょっとゾクッとは来るんですけどね。ただすごいのはやっぱ辺り一面びっしりテーブルサンゴが群生していてすごく感動したのを覚えてます。で宮古島に在住していた沖縄応援ナースの意見を聞くと宮古島と同じぐらい綺麗な場所みたいです。そんな場所が沖縄県南部の糸満市にあります。まあその本当海峡次第なんですよね。海がちょっとでも荒れてたらもう出ません、恐ろしいので。でまあ大戸海岸が一つポイントなんですけど、もう一つはですねやっぱり行きたいのは青の洞窟ですよね。恩納村にある青の洞窟です。ここもですね沖縄でもう一番メジャーなポイントと言ってもいいような場所で、もうほんと綺麗で初心者のシュノーケリングの人のもうほんと入門的な場所です。まれにウミガメに会うこともできます。まあ、そんな場所なんですけど、大戸海岸が南部なのに対して恩納村っていうのはちょっと北部寄りなんですよね。中部と北部の境目にあります。だからですね移動が大変なんですよね。大戸海岸に行くんだったら恩納村
青の洞窟は諦めなくちゃいけないかなという思いがあるんですけど、その逆もそうですよね。恩納村に行ったら、青の洞窟に行ったら、オード海岸はちょっと諦めなくちゃいけないかなと。諦めるほどの距離ではないんですけど、もうバタバタですよね。移動してシュノーケリングして、また移動してシュノーケリングとかしてたら、ちょっと沖縄をこうゆっくりこう満喫する感じができないんですよね。だからですね、まあ北部方面に行くか南部方面に行くかで、ちょっと方向性をですね、決めなくちゃいけないというようなことがあります。で、まあ、それが、まあ、大きいシュノーケリングポイントなんですけど、今度ですね、那覇市のすぐ近くのシュノーケリングポイントで、浦添市に入島っていう場所があるんですけど、ここをですね、シュノーケリングするような場所じゃないんですけど、本当コンテナとかいっぱい置いてる港なんですよ。港なんですけど、海はめちゃくちゃ綺麗で、一番綺麗なんじゃないかな、この那覇市周辺では。そのくらい綺麗で、ぜひ行きたいなというポイントではあるんですけど、何しろ駐車場がないんですよね。路駐になります。別に駐車禁止場所というわけじゃないんですけど、やっぱレンタカーで行くのでちょっと抵抗がありますよね。まあ入島っていうポイントと、もう一つ最近できたんかな、波の上ビーチのすぐ横にある波の上海空公園ですかね。ちょっと自分も今まで知らなかったんですけど、そこもなんかダイビング&シュノーケリングスポットがあるというようなことをインターネットに書いてました。ちゃんとですね、エントリーするための階段までついてるということです。で、駐車場もあって、多分後からできた場所だと思うんですよね。で、まあここもできたら行ってみたいなというやっぱ思いもあります。新しいポイントですからね。やっぱ新しいところにこう挑戦するっていうのはワクワクがこう上昇しますからね。まあいいや、ちょっと喋りすぎましたね。これ飲んだら寝ます。現在18時45分。早寝らんと、これもどうかしたら夕食食べる時間になりますね。それでは皆さん、また明日。